被災者に質の高い睡眠で元気になってもらおうと、寝具を販売する企業が輪島市でオーダーメイドの枕をプレゼントするイベントを開きました。被災者に無料で枕のプレゼントを行ったのは、寝具を販売している昭和西川です。この取り組みは9月3日の睡眠の日に合わせ、能登半島地震の被災者に日々の健康を支える睡眠の質を上げ元気になってもらおうと企画されました。今日は枕作りのプロ、枕マイスター15人が訪れた人たちの首の骨の状態や頭の丸みなどを確認、睡眠時の悩みも聞き取り、実際に寝てもらいながら一人一人に合った枕を完成させました。プロの人にやってもらったことないから楽しい。いい感じや。だからフィットしていいです、いいです、気に入ったよ。私もう不眠症で夜寝れないの、まあ、これに寝てみて不眠が解消してくれると。1年を通して、枕は365日お客様の健康を支えられる、私たちのパーパスで世界を朝から元気にする。でそのためにはまず日本を朝から元気にする、そして能登を朝から元気にするためにオーダーメイド枕をお届けに来ました。昭和西川では今後も多くの人を元気づけるイベントを行っていきたいとしています。